アラモサウルスは中世代白亜紀後期に北アメリカ大陸に生息していた代表的な竜脚類の恐竜である。俗名はアラモのトカゲの意味でニューメキシコ州北西部のオホアラモ類層で発見されたことに由来し、首相名のソンドジュオレニツは最初の化石が発見されたニューメキシコ州サンフアンにちなむ。百二十一年ニューメキシコ州サンフアンにある オホアラモルイ層の一部であるバレルスプリングスアロヨから、後にアラモサウルスと命名される複数の部分的な化石が発見された。1922年にはそれらにアセンム1486及びアセンム1487の分類番号が付けられた。1946年には1937年6月15日にユタ州 エメリー群のノースホーンさんで発見されたより、完全な化石にアセンム15,660の分類番号が付けられている。しかし、これらの化石は、キタノサウルス類の化石の代表的なものとされながらも、全体像は不明なままであった。2018年より、最新の学説と分析手法に基づいたアセンム15,660の解析が改めて行われ、 2011年には、その巨大な頸椎と大腿骨から、全長は30メートル以上とアルゼンチノサウルス並みのサイズに成長する、史上最大級の流脚類であるとの分析結果が発表された。また、ユタ州やテキサス州でも化石が発掘されているが、同種であるが、大きさの異なるものが発見されており、これらは、幼体や年齢の若い個体であると推定されている。 いずれにしても未だ発見された化石の総数は少なく、これまで見つかったものは全て部分骨格で、完全骨格は未発見である。また、葉の化石が部分的に発見されているが、完全な状態の頭骨は発見されていない。2011年1月、アラモサウルスが白亜紀大絶滅後も生き残っていた可能性がカナダにある。 アルバータ大学の研究者らにより指摘された。ニューメキシコ州産フラン近郊の盆地で発掘された大腿骨の化石がウラン・ナマリー法で年代測定された結果約6480万年前のものと推定された。これはケーピコグラム教会の70万年後でありこの時代まで生き残っていた可能性も高いという。 しかし6500万年に対する70万年はほぼ誤差の範囲と言えるものであり、この研究は複数の研究者から批判されている。ありがとうございます。